そうですね、はい、ドリブルから左足のシュート、おっとコースが変わる、先制ゴールは京都、なんと自ら持ち上がって入れた染谷、今日センターバックの染谷選手ですよ、 J 初ゴール染谷優太、まあ、あの左のサイドバックの起用が多かったんですが、今日はイ・ジョンスの出場停止でセンターバックだった、その染谷が自分で持ち上がってシュートを打ちました。これが選手に当たって完全にコースが変わりました。前半の37分、均衡を破ったのは京都、ルーキー染谷優太。これは明らかにあのこの天候が当然ホームの京都にものすごくポジティブに働きましたね。あの本当にかわいそうなんですが、柏木がその足をねちょっと引きずりながら、はい、でそれからその前にちょっとこうあの間が空きましたよね、でそして